一撃です。はい、今日も道場破りチャレンジのライトハンド編をお届けします。前回のレフトハンド2人、ふなっしーと強靭成田くんの今日はふなっしーのライトハンド編をお届けします。この2人は一応レフターということで、ライトハンドの方は、ただまあ強靭に関してはね、右も左も杖で、ふなっしーに関しては自分、ライトハンドに関してはちょっと未知数なので、どのぐらいか分かりませんけれども、はい、ふなっしーのライトハンド編、どうぞぜひご覧ください。あり地獄。どっちでもいいですよ。変わんないYeah!
はい、ということで、5人目の柳田で、ふなっしー残念ながら、敗れてしまいました。はい。ですけど、まあね、やっぱり左のあの爆発力に比べると右は、ちょっとその爆発力がちょっと欠けていたのかなと思いますけれど、まあどっちか強ければいいと思いますよ。自分なんかも本当に右ばっかりだから、左は本当に、ほぼほぼ、まあ筋トレはまずしません、左は。自慢じゃないですけど、まあね、本当は左右強ければいいんでしょうけど、なかなか、うちのチームもそうですけど、どっちかが強い、両方強いっていうのは、うち、バネ、ハヤトも左頑張ってるのかな。まああんまり、まあまあ、どっちかに偏ってる選手が多いかな、というような気がします。はい。まあ、両方強いに越したことないですけれども、まあね、皆さん頑張りましょう。ということで、次回の動画は、強靭の成田選手のライトハンド編。前回、レフトハンドの方全員ぶち抜かれましたからね。ライトハンドの方は、一撃、バネ、ハヤト。この辺がね、どうなるかっていうところが見どころになってくるかと思います。はい。ぜひね、次回動画、強靭のライトハンド編もご覧くださいね。一撃のチャンネル登録よろしくお願いします。一撃でした。ご視聴ありがとうございます。